地域おこし協力隊の阿部さんです。ここは市民の憩いの場、鴨山公園です。四季折々の豊かな自然が楽しめます。秋の散策にぴったりですね。そうですね。リニューアルしたローラースライダーもおすすめです。楽しい。おお、早い。鴨七谷温泉美人の湯にこの秋オープンしたのがこちら、屋外サウナです。木の香りが癒されますね。気持ちいいですね。はい。そしてもう一つ、今年新しくオープンしたのがデイキャンプ場です。手ぶらでバーベキューが楽しめるんですか。野菜やお米など地元の食材を使っています。七谷産コシヒカリの焼きおにぎりです。きのこの食感と香りがたまらないです。探検、鴨市。